日本では優れたクラフトマンのことを匠と呼ぶんです。その匠が匠の技を駆使して作ったものとして、日本刀というものがあるんですよね。切れ味と折れない、この両立をしているというところで、硬くて粘いと、ここはまだね、科学では完全には証明されてないところなんですよ。繰り返し繰り返しやってできた技でしょうね。手取りは白い、ここは白、こうしろという、そういう指導方法ではなくて、自分がやってることを盗めていってるわけですよね。いつ叩きを入れるのか、その色であったり匂いであったり、師匠はどうやってるのかというところを見よう見まねから入っていって、自分の方法を作り出す。今の我々のやってる仕事で言ったら、やはり基準を作ったり、それから今いろんなものが発達してるわけですから、 CAE 計算を駆使したり、いろんなことをしてあるレベルまでは持っていくんだけど、やはり最後はその人の感性になってくるわけですから、その人が体得しなきゃならない。できればみんなが育ってほしい、そういう場を我々作りたいし、でそれに応えるような人を育てていく任務がある。最後は人だっていうのをまずは知ってるんですよね。刀もね、やはり侍が持ったらこれは使える道具かどうか分かるんだと思うんですね。ドライバーとして車にも高い要求を求めてくる。マツダでは1996年からこのシステムを導入してですね、もう2年間びっちりマンツーマンでやって指導していく。で、技能知識から眼骨態度、これも吸収して、で卒業していくと。で、卒業していった方は今度現場で散らばってですね、そこでまた若い人を教えていくと。匠とは技能にはここで終わりっていうのはないんです。常に上を向いていかんと、わしゃもこれだけできるから匠じゃと言うたらダメですよ。止まったら終わりです。いいものを作ることが自分の夢でないといかんと思うし、本当にやりきって妥協せずやりきったかという自信を持たなきゃ。しかし満足するんではなくて、もっとすごいものがないかどうか、そしてできたものを見れば大事に大事にしたくなる美があると。これね、ずっと私それから30年仕事してきたんだけど、やっぱりそれはずっと忘れない気持ちなんですけどね。私はマツダの車に乗ってこう言われるのが一番嬉しいっていうのは、マツダの車よく考えられてるな、乗る人のことよく考えられてるな、そんなに大それた何百馬力とかそんなものはないけど、すごく扱いやすくて安心して乗れる、また乗りたくなる。これが言われたら最高の褒め言葉。